アルスバッハイコールヘーンラインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムスタッド D 郡に、属す、マチソン。アルスバッハイコールヘーンラインは、北は、ビッケンバッハ、東は、ゼーユーゲンハイム、南は、ベンスハイムと、ツビンゲンベルク、西は、ゲルンスハイムと、それぞれ境を接している。アルスバッハイコールヘーンラインは、アルスバッハ地区、ヘーンライン地区及び、 ザントビーゼ地区の3地区からなる。アルスバッハ城とアルスバッハイコール平ンラインの町、アルスバッハは773年にロル主文書中で初めて言及されている。しかし出土品はアルスバッハや平ンラインの場所には新石器時代には人が住んでいたことを示している。1240年にゴットフリート一世、ォンビッケンバッハによって、 アルスバッハ城が建設された。1423年にはユダヤ人墓地の存在が確認される。1527年から1537年までビュルテンベルク港ウルリヒがここで亡命生活を送った。1997年9月18日、ヘッセン州の州当局の進めにより市民団体アルスバッハ城歴史文化クラブ EV が設立された。 この市民団体の目的は、上司を良好な状態に保ち、理科に努め、修復を行うことにある。さらに様々な行事を通して、ヘッセン州の文化財であるアルスバッハ城を訪れる人を引きつける史跡とし、家族みんなに愛される見るべき価値のある観光地にすることにも努めている。2000年からこの市民団体は、自主的に城の管理、運営を行っている。 ヘイエンラインは1333年にロルシュ文書中にヘネキンの名前で初めて登場する。この名前は紛らわしいのだが鳥とは関係がない。これはヘインリンあるいはヘインレインとも記述され森の中の入植地ハーゲンに由来する。中心部には後にハイナー法フが築かれた。この建物は後に避難所となり現在は町の庁舎として利用されている。 アルスバッハイコールヘーンラインの長儀会は31、議席からなる。アルスバッハイコールヘーンラインでは、以下の公共交通機関が利用可能である。ダルムシュタット支店8系統、ダルムシュタットアーハイルゲン、アルスバッハバス路線669系統、ユーケンハイム、アルスハイム、ヘッペンハイムバス路線計50系統、ニーダーベアバッハアルスバッハ、ヘーンラインバス路線 8N 系統、 ダルムシュタットエーバーシタットアルスバッハ、ヘインラインヘインラインイコールアルスバッハ駅からは、ダルムシュタット、フランクフルトアムマイン、マンハイム、ハイデルベルク域のレギオナルバーンが発着する。アルスバッハには1961年まで、現在は廃線となったビッケンバッハ、ゼーハイム線の駅があった。ありがとうございます。